ライブ明日頑張らないとね。だけど皆さんね、頑張ってくださいね、君らも。生きてることが辛いなら、いっそ小さく死ねばいい。恋人同夜は悲しむが、三日と経てば元通り。気がつきゃみんな年とって同じとこに行くのだから、生きてることが辛いなら、わめき散らして泣けばいい。そのうち夜は明けちゃって、疲れて眠りにつくだろう。決まりはない。